ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車が2019年式ボルボ XC90、 こちらをご紹介させていただきます。ボンドではちょっと珍しい、そうですね、ボルボっていうことであんまりないですかね、ボルボ。はい、はい、ただなんか一番上の、まあ、フラッグシップモデルなんですよね。そうですね、はい、実を言うとその上に、まあ、エクセレンスっていうグレードがあるんですけど、まあ、そちらはちょっと4人乗りになっていて、まあ、ショーファーカーみたいな感じのお車で、まあ、期間限定みたいな感じで売ってるケースが多いみたいですので、まあ、実質、まあ、こちらが、まあ、通常ラインナップとしてある一番上のグレード、はい、上になるのかなっていうところですね。はい、そのエクセレンスの方は一回裏当ての方でご紹介させていただいたこともあるので、あ、そうだったんですね。はい、はい、興味のある方はそちらの動画を見ていただければいいんじゃないかと思います。はい、そしてボルボ、なんか中国のはい、自動車メーカーの傘下になって、はいはい、ちょっとガラッと、そうですね、はい、変わってまいりましたね。はい、以前のこのフォード傘下の時の車の作り方と、はい、ちょっとかなりガラッと変えて、変えてきましたね。はい、でなんかものすごく今売れてるんですよね。そうですね、はい、まあ、こちらの XC90 もそうなんですが、その下の XC60 あたりがやはりだいぶ人気があるようで、販売台数も多くなってますね。デザインももうなんかめちゃくちゃ、そうですね、スタイリッシュになって、スタイリッシュな形になってますんで、はい、僕なんか見ても、あ、今こんなボルボいいんだと思うぐらいですので、皆さんも多分そう思っていただける車だとは思います。はい、なんでちょっとその辺を今回重点的にお伝えしたいと思います。はいはい、でまずエクステリアからいくと、はいはい、なんかこうグリルのデザインとかはやっぱり変わらずな、そうですね、伝統的な感じなんですね。はい、そうですね、はいはい、でこれマーク、これ何のマークか知ってますか？今回ちょっと時間があったんで僕いろいろ調べてきちゃったんですよ。はい、製鉄だか鉄だかとかっていう、はいはい、あ、そうなんですね。ボルボのイメージ の, その頑丈とか、はいはいはい、そういうイメージした、はい、マーク、はい、なってる。でもそれがもう車作り始めた頃からもうこれをつけてるらしいです。はあ、そうだったんですね。はいはい、でこの斜めのこの棒は、はい、なんか昔はこれをつけるために要は取り付け手段がないんで、まあ、ここに、まあ、補強というかアタッチメントバーっていうところ、はい、棒を走らせてそこにエンブレムをつけるっていう、で、はい、そのまま名残で残ってるってことですか？そうらしいですよ。あ、そうなんですね。ちょっとこう伝統のグリルが、まあ、現行モデルもついてると。でちょっとこの縦線もなんかちょっと珍しい感じですよね。そうですね、なんかちょっとマセラッティっぽいっていうか、そうですね、ちょっとこう、はい、カーブというか、はい、逆反りしててますもんね。はい、ここがちょっととんがってる感じの、はい、でも一発でなんかもう本当にボルボって分かる。そうですね、はい、そんな皮付きで、はい、そしてなんかこうセンサー類とかなんかフォグとかなんかそういうのはあんまり見えるところにはついてないんですね。ついてないですね。はい、でヘッドライトが LED の、はい、ヘッドライト、ね、ハイビームでもう勝手に避けてくれるやつですよね。そうです、はい、対向車とか、まあ、前の車とか、まあ、アダプティブ的な感じのヘッドライトになってますね。はい、当然この辺は最新の、はい、ものがついてると。でこの辺のデザインがそのなんか神話に出てくる、そうですね、ハンマーの、はいはい、トールハンマーと言ったかなんと言ったかちょっと名前忘れちゃったんですけど、はい、アベンジャーズじゃないこのやつですね。そうですね、はい、なんか北欧神話に出てくるそのハンマーをイメージした、なんかこれ全部共通ですよね。共通です。今そうですね、この、はい、全部この T の字のマークが入ってますね。はい、なんかちょっとスタイリッシュな、はい、そのヘッドライトです。で車自体結構大きいですね。で実際大きく見えるんですが、これ5メーターないんですよ。あ、車的には4メーター90、まあ、5メーター切るサイズになってまして、まあ、メルセデスとかでいうと GLE とか、あとは X5、 BM の X5 とか、まあ、その辺と同じ、まあ、イメージ、ね、はい、になりますかね。なるほど、はい、じゃあ大きすぎずなんか使い勝手も良さそうな。そうですね、はい、はい、まあ、おそらくデザイン的にこう四角く作ってるのでパッと見大きく見えて、私も5メーター20ぐらいあるのかなって最初思って調べたら、はいはいはい、結構大きく見えますよね。5メーターなかったという、はい、なるほど。ちょっとこのデザインが結構効いてる気がします。そうですね、はい、そして横に回っていくと結構他の車だと樹脂パーツでもおかしくないところがちゃんとボディ同直になってたりとか、はい、塗られてますね。はいはい、でホイールもなんと怒涛の21インチ、はい、これオプションですよね。標準ですね、この、はい、このグレードだと標準で、標準になってきますね。はい、デザインもなんかすごくスタイリッシュな、そうですね、はい、もう本当このままでもいいぐらいな、いや本当ですよね、はい、すごくスタイリッシュなデザインのホイールで、はい、そしてこれエアサス、エアサスです。あ、エアサスなんですね。はい、エアサスになってます。なるほど。で今回のお車はプラグインハイブリッドということで、はいはい、ここにこうガチャってやる、そうですね、さ、はい、していただいて充電もできますね。はい、なるほど。
そしてここにずっと回っていくと、ここにインスクリプションっていうグレード名の、はい、モールが入ってると。だからこの辺のモールの使い方もなんかうまいですよね。そうですね、はい、ちょっと高級感のある、はい、でドアの取っ手の周りとか、はい、ところどころにこうメッキもしくはシルバーを使っていて、まあ、そんなに派手ではなく、ただこうちょっときらびやかにっていうところも抑えているので、すごくなんかスタイリッシュに見えると思うんですけれども、はい、メッキもこの表側に使うんじゃなくてこっちの内側に使ってますからね。そうですね、ちょっとかなりうまい感じがします、はい、そして後ろも同様に通しで21インチが装着されていて、はいはい、でルーフレールなんかもちょっとポリッシュの感じなんです ね、 ですね、はい、ルーフレールなんかちょっと金属感のある、はいはい、普通だともうちょっとこ う、 そうです、ね、マットというかマットのシルバーな感じ、艶、ね、消し感だったりとか、はい、あと黒が定番だったりしますけど、はい、ちょっと金属感のあるルーフレールがついてたりします。そしてリアはやっぱりこの辺はずっと変わらずなんですね。そうですね、はい、この縦長のテールランプ、そうです、ね、はい、これはもう定番というか、はい、変わらずな感じです。ボルボっぽい作りのテールになってますね。でこの辺のエンブレムのなんかこう配置というかも、はいはい、変わらないですよね。変わらずな感じ、はいはい、だ本当になんか良くなるところはすごく良くなって、はい、変わらないところは本当に変わらない、はい、そんな車になってます、はい、でエンブレムの XC90 とあとこの辺がちょっとあんまり他の車では見かけない、そうですね、エンブレムの付け方っていう、はいはい、この辺がグレードだったりだとか、そうですね、エンジンのその辺も、そうですね、 T8 というので、まあ、大体エンジンが何に乗ってるかっていうのが分かるような状態ですかね。なるほど、はい、T8 と T6 と、はい、あと D と B と、D と今現行は B がありますね、はい、でその前は T5 っていうのがあったんですけど今は B5 に変わってますね。なるほど、はい、その辺でちょっとエンジンの種類がちょっと、そうですね、違ってますね、はい、なるほど。そしてこの辺はマフラーカッターで、はい、ちょっと SUV っぽいデザインのリアバンパーになってて、はい、でこの辺もメッキのモールが入ってたりとか、はいはい、ちょっと高級感もやっぱり、はい、そうですね、出てますね。しっかり抑えつつの、はい、そんなエクステリアになってます。ドレスアップ車両の買い取りもお任せください。欧州車の買い取りはボンドカーズ。じゃあ続いて内装をちょっと見てみたいと思います。当然のスマートキー付きで、そうですね、はい、スマートキーになっておりますので、ここですよね、はいはい、でロックですね、はい、あ、ここ、そうですね、はい、それでアンロックですね、で開けられる、はい、ちなみにこの辺って、はい、さすがにソフトクローズとかはついてない、ついてなかったですね、なるほど、はい、そして中が、わ、中なんかすごくモダンというか、そうですね、はい、もう本当に飽きのこない、まあ、ちょっと北欧デザインっていうのがあぴったりな感じの、スウェーデン北欧ですからね、はい、シンプルな作りにはなっていると思いますが、ただただシンプルだけではなく、やっぱりちょっと高級感もかなり出てるかと思います。なんかちょっと今時な感じも抑えつつ、ね、はいはい、シンプルですごくおしゃれな、はい、作りになっているかと思います。作りになってます、ね、はい、そしてヘッドレスト、これやっぱり変わらないんですね。変わらないです。ボルボといったらこのちょっと薄めでこう、はい、反ってるヘッドレスト、反ってるヘッドレストですね、はい、やっぱりこれは変わらないんですね。でもウッドなんかもこのオープンフィニッシュでなんか木の質感丸出しの、そうですね、はい、これも一応標準のパネルになってます。これでも標準なんですね、はい、標準のパネルになってますね。でドアから見ていくと、あ、ちゃんとなんかこうステッチが入ってて、はい、この辺はさすがに合皮ですか、レザーですかね。こっちはあ、こっちレザーですね、間違いなくレザーなんですけど、はい、でこの辺ステッチちゃんと黒とシルバーと使い分けてて、メッキのモールなんかも入ってて、そしてこの辺はちゃんと金属の、はい、そうですね、ハーマンカーボンが一応、そうですね、ハーマンカーボン、こちらはちょっとオプションになってたかと思います。なるほど、その辺もついてて、はい、そうですね、ちょっと派手さはないですけど本当にシックにまとまってる、そんな感じでございます。感じですね、はい、はいはい、じゃあちょっと乗ってみたいと思います。どうぞ、はい、この辺もしっかりスカフプレートボルボがついてて、はい、あ、マットも、マットエアストじゃないですか、はい、はい、エアストはもう国内の日本のボルボチューナー、はいはい、なんです、はい、さすがです。結構世界的にも、はい、有名になってる、あ、そうなんですね、はい、ボルボチューナーエアストさんのマットがついてます、はい、ちょっと持ってみます。うわ、レザーの質感めっちゃいいですね。めちゃめちゃいいんですよ。びっくりしました今ハンドル触って、はい、ちょっとフルレザーのステアリング、レザーの質感めちゃめちゃいいです。ただこうちょっとこうなんていうんですか、コブとかはないんですね。ないですね、はい、すごくシンプルな、はい、シンプルなステアリングになってますね、はい、この辺のえぐりもなく、はい、本当にシンプルなデザイン性の高いなんかステアリングです、はい、
ちょっとこの辺もだから本当にすごくシンプルですよね。そうですね、はい、シートもめっちゃ質感いいです。いいと思います、はい、びっくりっす。で肌に触れるところはちゃんと全部パンチングになってて、はい、ちょっとこの辺変わった形状ですけど。そうですね、はい、形状がちょっと他にはない感じの形状ですね。ちょっとフィット感もすごくいいです。ちょっと背もたれは少し固めっすね。そうですね、はい、そしてこの安定のヘッドレストです。そうですね、はい、そしてメーターはこれ真っ暗ってことはフル液晶で、はい、はい、でこのダッシュボードなんかも全部ステッチが入って、あ、ハーマンカードンのセンタースピーカーもついてるんですね。はい、ついてます。なるほど。そしてこのナビ周り、ちょっと運転席向いてますかね。若干あの運転席に向けてますね。ですよね、はい、ちょっと割と大きめの、ただまあタブレットぐらいですかね。タブレットぐらいのサイズになってますね、はい、そして多分表示なんかは全部これタブレットで、そうですね、はい、やる感じの全部、あ、やっぱりそうですね、はい、クリックしてやる感じのやつですね。なるほど。そしてこの辺っていうかボタンがめちゃめちゃ少ないですね。少ないです。あの基本的にコントロールはそちらの全部この画面で、はい、やっていただく、インターフェースでやっていただくような形になります、ね、なるほど。本当に必要最低限のボタンしかついてないという、そうですね、ついてませんね、はい、そしてこの辺のデザインもめっちゃおしゃれですね。おしゃれですね、はい、そしてこの辺行くとすごいシフトがなんとクリスタルっていう。そうですね、はい、まあ、スウェーデンの、まあ、有名なメーカーになるらしいんですが、ノーベル賞なんかで、まあ、あの晩餐会でこうグラスなんかあの出されてるらしいんですが、そちらを作ってらっしゃるメーカー。そうなんですか。はい、もうスウェーデンじゃもうめちゃめちゃ有名な。そうですね、あとまあご存知の方はおそらく知ってるよっていうような、はい、メーカーだそうです、はいはい、知りませんでした。私も知りませんでしたそんなクリスタルのシフトがついてると、はい、そしてこの後ろにあるのがエンジンかける。そうですね、はい、これを回してかける感じですね。そうですね、はい、右の方にこう、はい、時計回りにねじっていただくような、はいはい、スタートの仕方でなります、ね、そしてこの辺ドライブセレクトがついてて、そうですね、はい、でパーキングと、はい、でこの辺はちょっと小物を小物入れとドリンクホルダーと、はい、あ、ドリンクホルダーと、ね、なるほど。でここも、あ、一応アームレストの中が収納になってると、はい、え、この辺もめちゃめちゃおしゃれじゃないですか。そうですね、はい、なんかちょっとこの巻き取るタイプのこのウッドがなんかちょっと昔のメルセデスみたいな、ね、みたいな感じですよね、はい、ちょっと感じを感じますけど、はい、質感はなんかこのオープンフィニッシュでめちゃめちゃ質感高いです、はい、ちょっとかけてみてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ、はい、そして今回の車なんとハイブリッドということで、はい、はい、これブーンってかかったりかからなかったりってことなんですか。そうですね、おそらくバッテリーの状況等々をその辺を鑑みてっていうところになるかと思います。なるほど、はい、でメーターはデジタルなんでこんな感じで真ん中にナビも便利に表示できると、はいはい、でも本当に今時のタブレットと一緒なんであらゆることがこっちでできるみたいですね。そうですね。どれでしたっけ、設定じゃない、ちょっと待ってくださいね。こうか、なんかこの辺とか車の設定、なんかワイパーのサービス位置とかも全部そうなんですね。でカメラとか、はい、あ、もちろん360度ですがついてると。であとは車線逸脱防止とか、はい、そうですね、その辺も全部安全装備は一通りついてるんですよね。ほぼ網羅してますんで、はい、もう安全といえばボルボ、ね、ボルボですからね、はい、もうその辺も車間警告とか、はい、全部ついてると。でシートの調整なんかも全部これでやる感じですよね。はい、そちらでもできますね、はい、あ、こっちか、はい、シートヒーターとベンチレーションと、あ、ステアリングもついてるんですね。ヒーターもついてます、はい、あ、しかも3段階で、なるほど。でこれ確かマッサージも機能もついてます、ついてるんですよね、はい、マッサージオン、はい、あー、あ、いい感じですか。あ、でもこれもメルセデスとかの、はい、あ、でも、はい、あ、でもつぼ押しタイプで中間ぐらいですね。中間ぐらいです、はい、つぼ押しとこう前面でこう押されるタイプのちょっと中間ぐらいで結構きますね、はいはいはい、そんなのもついてると、え、すごいですね。そうすると装備が、そうですね、もう本当に、めちゃめちゃ充実してますね。はい、もういっぱいついてますんで、あ、ヘッドレスト倒すなんていう機能も、はい、じゃあこの辺で全部で、さっき見たらなんかオーディオのスポーティファイとか、ね、なんかその辺もつなげば使えるっていう、はいはい、カープレー対応になってますんで、あ、なるほど、はい、じゃあその辺の先進装備は盛りだくさんということで、ついてますね、はい、すごい、もう本当に
最新の車ですね。そうですね、はい、そしてピラーなんかは普通のベージュのファブリックで、はい、バイザーなんかも同様の素材で、はい、こんな感じです。でミラーは最近のワーゲン系でも多く採用されているこの枠のないタイプのミラーで、はい、でパノラマがついてると。パノラマ大きいっすねこれ。大きいですね。これは比較的で言ったらレンジとかその辺と同じ、はい、本当そのぐらいありますね。わすごい。えこれしかも開くんですか。はい。わあすごい、めちゃめちゃ開放感あるじゃないですか。もうこれ開けて走っていただければ。わすごい最高です。はい、この辺のデザインもなんかおしゃれですね。そうですね、はい、シンプルで。ボルボすごいですね。ボルボすごいんですよ、はい、僕もこれ見てちょっとあのブログに書いたんですけど、はい、すごいなと思って。これはちょっと、はい、侮れませんね。そうなんですよ、はい、ちょっと後ろの席も乗ってみたいと思います。あ後ろもしっかり、はい、ちゃんとウッドがついてて、はい、スピーカーはでもツイッターのあのハマンカードのマークは後ろはないんですね。そうですね、はい、そして後ろ、はい、さっき倒れたヘッドレストが、はい、後ろのヘッドレストもやっぱりボルボ変わらずなんですね、はい、そうですね、変わらない形状ですね。ちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ。っていうかめっちゃ広いですね。そうですね、ちなみにこれあの7人乗りでございますので。あそうなんですね、はい、あじゃあさらにこう畳んであってこう後ろに座席があるわけですね、はい、っていうか真ん中のこの座席もめちゃめちゃ広いです。あこれってシートがめっちゃ薄いんじゃないですかこれ。そうですね、あの結構こう何ですかシートバッグをこう削ってるというか、はい、なんですけれどもちゃんとクッションなんかもしっかりしてますんで、全然座った時は全然そんな感じ、こんなに薄いものに座ってると思わなかったですけど、後ろから見るとシートめちゃめちゃ薄いですね。そうなんですよ、そのおかげもあってすごく広いです、超ゆったりで。確かシートの方は安全性もちょっと確保されていて、衝撃を吸収するようなシートになっているっていうのをちょっと僕も見ました、はい、僕もなんかその落っこっちゃった時とか、そうなんですよね、はい、なんか衝撃吸収のシートになってるらしいです。あとちょっとおすすめが真ん中のシートが、はい、ジュニアシートになるというこれですね、はい、わこれが一段持ち上がってカチャッとなるっていう。えじゃあジュニアシートつけなくていいじゃないですか。そうですね、ある程度の大きさお子様が成長していただければそちらの方でも対応できるかなっていうことになりますね、はい。すごいこんな機能もなんかすごく考えられてますね。そうですね、もう本当至れり尽くせりな車両になってます。そしてこの辺のアームレスト的なのは、はい、あちょっと小ぶりなのがついております。そうですね、ちょっと薄めの、はい、あでもドリンクホルダーが、でもちょっとこれペットボトルは置けないですね。そうですね、サイズがちょっとあの限られて、はい、ちっちゃい缶コーヒー、はい、後ろの座席は割とクッション固めです、背もたれも。はい、で B ピラーがこれ黒いんですね。そうなんですよ、 B ピラー以降が黒くなってます。以降が黒いんですね、はい、なんかデザイン的にですかね。そうですね、ちょっとこの辺意図が私もわからないんですが、あの内装がこうベージュ系の明るい色も実際あるんですよ。でそうしますと、まあ、その天張りだったり A ピラーの明るい色ともあって、まあ、おそらく両方ともこう合うような色合いにしてるのかなとも思うんですが、じゃあトータルでちょっとデザインされてる感じなんですね。あとやっぱりあの内装白いと広く感じるっていうのあるじゃないですか、はいはい、で特にこの天井上の方を白くしていただくとやっぱり明るさなんかも出てくると思いますし、まあ、そういったことももしかしたら考えられてるのかなと勝手に推測をしてみました、はい、でこの辺のシェードとかもついてるんですね。シェードついてます、はい、いいじゃないですか。そうなんですよ、はい、ちゃんとこの辺もステッチ入っててなんかちょっとおしゃれだし、そうですね、はい、かっこいい、いい感じです。じゃあちょっと3列目とトランクを見てみたいと思います、はい、一応あの土屋さんこれ、はい、ハンズフリーテールゲートにもなってますんで、はい、鍵をちょっとお持ちいただければ、こちらの左側の方に足突っ込んでもらってやっていただければ。やっぱり真後ろじゃないんですね、はいはい、例のやつがついてるんでこの辺ですか。多分その辺だったと思います。こっちからやった方がいいか、もうちょっと真ん中らへん、この辺だったかな。あ、なるほど、この辺なんですか、はい、ちょっともう一回やっていいですか。どうぞどうぞ。これ百発百中タイプと、はい、ちょっとこうあれっていうタイプと、はい、なかなかならないのもあるんで
これ100発100中タイプですね。多分この辺ですね。そうですね、センサーがちょっとその辺にあるんだ。トランク広いですね、はい、600、これ畳んでる状態で600いくつあるんですよね。そうですね、610とかでしたっけ、なんかそのくらいあった気がしますね。そして3列目が折りたたまれてる、はい、そうですね。なるほど。で、横なんかもちゃんとえぐってあってしっかり物が入りそうな。ちょっと一つこちらもギミックがありまして、はい、まあ、ちょっとやっぱりあの床面まで高いので、はい、ちょっと重たい荷物、大きい荷物するときはこちらのボタンを押していただきますと、ついてるんですね、はい、5センチほど下がる設定になっております。もうさすがです、はい、でこの辺ちょっとこの立てて使える仕切りが、はい、ぎゅうぎゅうに荷物詰めなくても、そうですね、はい、動かないっていう、はい、ついてて、さらにその下も少し、はい、収納が少しついてるんですね、はい、少し入りますね。なるほど、いろいろ入りそうですね。洗車用品はちょっと厳しいかもしれないですけど、そうですね、ちょっと上する板を、はい、その辺ぐらいは入りそうですね、はい、で3列目がこれはどうやって上げればいいんですか、はい、はい、前からちょっとあのシートを少しずらしていただかないと、ちょっとヘッドレストとかが引っかかったりしてしまいますので、まずあの、はい、トノカバーをちょっと取っていただく必要が多分出てきますね。これグイッと上げると、ああなるほどなるほど、これはね、こんな感じですか。そうですね。あ、やっぱりヘッドレストは例のヘッドレストが、ね、ヘッドレストだけはもう、なるほど、必ずこれでございます。ちょっとじゃあせっかくなんでこっちも乗ってみましょうか。はい、3列目に乗ってみました。3列目はもう正直緊急用です。そうですね、はいはい、ほぼスペースがないです。一応あの170センチ未満の方であれば、まあなんとか乗れるかなぐらいな、はい、あのイメージでいていただけると。175なんで、しかも座高がかなりあるんで、もう天井に頭がついちゃいます、はい、ただドリンクホルダーとかがついてたりとか、そうですね、はい、エアコンの吹き出し口も確かこちらの方はついてたりですとか。あ、そうですね、はい、ついてます、ですね、はい、そして小物入れもついてたりとか、はい、まあ、ちょっと長時間はきついかもしれないですけど、はい、まあ、なんとか短時間であれば大人の方でも、そうですね、はい、乗れなくはないかなっていう感じですね、はい、なるほど。まあ、あるとないじゃだいぶ違いますからね。そうですね、はい、こんな3列目でございます。はい、はい、じゃあ続いてボンネットちょっと見てみたいと思います、はい、ボンネットがなんか開け方がちょっと難しいですね。そうですね、ちょっと右側の方に、はい、黄色いレバーがついてるんで、はい、それを回して開ける感じですかね。はい、わあ、あ、なんかターバーも、はい、そうですね、エアストさんの、はい、エアストさんのターバーと、あとグループ M のラムエア。なるほど、はい、でちょっと後からお客様の方で付けられてたお車のようです。こんなもついてる、はいはい、で一応まあこれ T8 のインスプリクションということで、はい、先ほど、プラグインハイブリッドっていうお話をさせていただいてるんですが、まずエンジン自体ちょっと面白くて、まあ、下級機なんですけど、スーパーチャージャーとターボがついております。両方ついちゃってるっていう、はい、でまあ、低速の方をスーパーチャージャーで加給して、高速になったら、まあ、高回転ですかなったらターボの方っていう形で切り替えてるようです。昔のあのマーチの、はい、そうですね、日産マーチのスーパーターボでしたっけ、はい、みたいな感じ、両方ついてるっていう、だから下から上までこう加給しっぱなしで、そうですね、なおかつ足りないところはそのハイブリッドのそのモーターで、はい、はい、だからびっくり、なんとびっくり 2000cc なんですよね。そう、あの基本的にボルボ今 2000cc のラインナップでほぼ全て網羅しています。それでまあエンジンの方でターボ付き、あ、でそこでプラスアルファしてって、そうなんです、下級機と下級圧の変化で、まあ、例えば仮想 2500cc とか仮想 3000cc みたいなイメージでやられてる感じですかね、はい、じゃあもうなんかその辺も最新というか、そうですね、まあ、最近ちょっとこう環境なんかのことでこうダウンサイジング進んでって、もう本当に排気量もどんどんちっちゃくなってって、ハイブリッドなんかも結構欧州でも進んでますけど、もうその最先端なわけなんですね。なるほど。もうなんかでもこの車格からまさか4気筒 2000cc って思えないですよね。そうなんですよ、この車格見ちゃうと、まあ V6 あたり積んでんだろうなと思って、そうですよね、普通の感覚で言うと最低そのぐらいはまあ積んでるんだろうなっていう。そうなんですよ。なるほど。で横置きの 2000cc で、はい、ここがスーパーチャージャーで、この下になんとターボがターボが入ってる形ですね、はい、そして僕ちょっと下調べしたんですけど、はい、なんかベースは FF なんですよね。そうなんです、
はい、でリアの駆動がなんとモーターだけっていう、だプロペラシャフトがないっていう、ないですね、はい、ちょっとこれ走りがちょっとめちゃめちゃ気になるんですけど、そうですね、はいはい、ちょっと今回試乗を、はいはい、後ほど、はい、やってみちょっとお届けしたいと思います、はいはい、なんでちょっとこのエンジンルーム結構シンプルなん で、 そうです、ね、まさかそんな最先端のなんかちょっと新しいことやってると思えないんですけど、そうですね、で一応、まあ、あのこちらの純正のアクセサリーでポールスターパフォーマンスっていうあのソフトウェアでちょっとあの馬力トルクとも若干ですけどアップされてる。なるほど、はい、じゃあちょっと味付けも普通のよりかはちょっとそうですね、力が強くはなってるかと思いますので、なってる、そんなエンジンルームです、はい、じゃあ点灯周りを見てみたいと思います。これが今デイライトの状態ですかね。この T 字の部分が明るく光ってます。そしてスモールでそれがそのまま暗くなる感じですね。でロービームは外側の LED が点灯する感じでしょうか。そしてハイビームは内側の LED が点灯します。でウインカーはスモールの部分が色が変わって光るのと、あとミラーの端ですね。じゃあ続いてリアも見てみたいと思います。これが今スモールですかね。外側が、はいはい、このシュシュシュって横になってるここの外側が光る感じですね。そしてブレーキがこの上とハイマウントですね。そしてバックはこのクリアのところの内側が光ってます。そしてウインカーはその下がそれぞれ光ってます。あ、バックフォグは運転席側の下側が光っております。こんな感じです。そして伊藤さん、はい、これ、はい、これなんと3点のシートベルトを世界で一番最初に市販車に採用したのがボルボなんですよね。さすがやっぱボルボですね、はい、今回ちょっと勉強しました。というところで、はい、多分その辺もあって1959年のあすごい刻印がされてますね。されてるっていうちょっと不思議な感じが、まずこれが分かりませんこれどうなってんだ。そのまま下にこう、ああそういうことですね、はい、なるほど、入れていただいて今ドライブに入りましたね、はいいいんですよね、はい、はい、そうそう、あのわ音がしないので、くれプラグインだと音がしませんからね。こっちから出ますか。そうですね、そちらの方から出ていただいて、わあめちゃめちゃ不思議な感覚しますねこれ。そうなんですよ、はい、ちょっと待ってください、ちょっと待って混乱していますまあ当たり前ですけど、はい、全く音がしないじゃないですか。そうですね、一応これあのモードで、はい、エコモードとかピュアモードとかいろいろまあ確かあったはずなんですが、はい、あのピュアモードにしといていただくと、はい、なるべくこう電気で走るような、ああ、はい、なるほど、はい、この辺で、あごめんなさい、そうですね、ピュア、はい、ハイブリッド、インディビジュアル、はいはい、ということで、あとはオフロードとかまあいろいろあるんですけど、とりあえずハイブリッド、はい、日常の運転からいきます。そうですね、はい、すごい不思議な感じ。そしてさっき気がついたんですけど、ステアリングの調整はなんと手動っていう。そうですね、あの、はい、ここまで来たら電動でもおかしくないんですが、そうですね、はい、意外です。ただまあ細かいところにすぐ調整できるんで、まあ、そんなに動かす部分でもないですしね。そうですね、一回決まれば。いやなんかもう安全って言ったらメルセデスっていうイメージのもあるじゃないですか。ありますね、はい。ただ本当に安全って言ったらちょっと走るレンガボルボかもしれないですね、はい、よいしょ、うわめちゃめちゃ不思議な感覚しますよ。そうですか、はい、すごいスムーズ。そして乗り心地めちゃいいっすね。めちゃめちゃいいですね、はい、さすがエアサス。全然なんかでも、はい、なんだろう、エンジンなんか僕レビュー先見たんですよ、はい、その、あ、まあ4発ならではの、そう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 ですよね、はい、ちょっと4気筒サウンドが聞こえちゃうのがちょっと残念だっていう風に書いてあったのを見たんですけど、はい、そんなに気にはならない、気にならないですね僕は、はい、あでも確かにちょっと聞こえますね、はい、4気筒サウンド、そうなんですよね、ちょっと踏んでくと多分、はい、あの、はい、聞こえてくるかなって感じですよね。
でも本当に全然気にならないレベルだと思いますよ、はい、っていうかむしろ車が静かすぎて、そうですね、そういう音が聞こえちゃうっていう、はい、入ってきちゃう感じですよね、はい、あ、そうっすね、そうっすね、はい、でもそのサウンドとなんかこの車のこう力強さがマッチしてないんで、はい、すごく不思議な感覚がします。今一応ハイブリッドモードで走ってましたよね、はい、そうですね、はい、すごい、ちょっとモード切り替えてみますか、じゃあ、はい、ピュア、なんかここにあれなんですよね、あのリチウムイオンが入ってるんですよね、そうです、あのちょうどこのセンターコンソールの中に、そうですよね、はい、でなんかそのハイブリッドのモーターの方も結構パワフルで、はい、なんかモーターだけでも120キロぐらい出せちゃう、出せちゃうというか、はい、なってますね、すごい、もうなんか本当に最新でハイテクですね、そうですね、この辺とかもすごいっすもん、なんか、そしてこれいいですやっぱりクリスタルの、クリスタルいいですよね、いいですね、もう車でクリスタルって言ったらもうアストンぐらいしか思ってないですけどそうですね、はい、いやもう本当にボルボなんか安全ですよ、エルクテストもだって採用して、はい、採用始めたのはボルボですよね、ボルボですよね、はい、はい、やっぱり北欧だからあのヘラジカ、あのもうキリンみたいなサイズの、はい、ですよね、そうですそうです、鹿が出てくるんで危ないからっていう、いや質感高いですよ、そうなんですよ、はい、本当に僕初めてこれ入ってきた時に見て、はい、なんかこれすごくないと思って、びっくりですよね、で中に入ってみてちょっとやっぱり革の質が多分いいんだと思うんですけど、はい、革の匂いがすごくいいなと思って、はい、ちょっとマスクしてそうなんですよね、はい、こんなにいいんすね、ボルボ。そうなんですよ。なんかちょっと私もちょっとイメージ的になんかそういう高級っていう感じを受ける車では今まで多分なかったと思うんですけれども、それがなんかガラッとイメージが本当に変わったなっていう。確かに。はい、なんかこうベントレーとかロールスみたいなこう税の限りを尽くした感じではないですけど、はい、ないですよね、はい、モダンでなんかちょっとこうおしゃれな感じしますね。そうなんですよ。はい。シンプルな高級感というか、そしてハンドルが軽いです、ね、あ、軽いですか、はい、はい、これだったら全然楽ですよ、街乗りも、そうですね、はい、そしてカメラ360度ついてるんで、もう全然このサイズでも撮り回し全然困らないし、このカメラもすごく高精細で、あのあれですよね、見やすい、見やすいカメラですよね、はい、やっぱり SUV だとこうサイズでこう街中こう取り回し気になるじゃないですか、そうですね、はい、これだったら全然女性の方でもあーなんてやんなくても、そうですね、これ見ていただければ、はい、で自動駐車とか、はい、自動発進とか全部ついてて、はい、ちょっと僕ボルボの知識はだいぶ止まってたんで、はい、本当にびっくりですそうですね、はい、すごいトルクめっちゃありますね、やっぱりこの辺がハイブリッドとさらにはスーパーチャージャーが効いてくるところなんですかね、すごい、わ、ハンドルめちゃめちゃ軽いですね、本当に何回も言うようですけど、これあれなんですかね、スピード出していくとちょっと重くなって安定したりとかって、車が軽いっす、はい、軽いっすか、信じられないぐらい軽いっす車が、え、これ2トンオーバーの車運転してる感覚じゃないですね、重たいはずなんですけどね、はい、確かにちょっと後ろから押される感がありますもんね、ちょっとした踏み込みでしょうけど、これ、え、すごい、これはすごいっす、これはすごい、なんだろうな、ちょっと本当にもっとちっちゃいサイズの SUV で、はい、ちょっとパワフルなやつ乗ってる感覚っすね、やっぱモーターの力が効いてるんでしょうね、テスラなんかもちょっとこう踏んだらサッといっちゃうような、もう最初からトルク全開出せますからね、そうですね、え、これすごいっす、本当に冗談抜きで、確かに、でもちょっとこのパワフルさと音がマッチしてないですね、そうですね、確かにエンジン音が全然、でも不快じゃないし、はいはい、僕は全然ありですけどね、これすごいっすね、この車びっくり、もう本当にしっとり滑らか乗り心地も、エアサスで、そうですね、エアサスで本当に気持ちよくこう
衝撃を吸収していただいている感じですもんね。そしてもう全てが軽い、ペダルレイアウトも自然だし、ハンドル軽いし、トルクあって、これ街乗り最強ですね。そうですね、あのストップアンドゴーがやっぱり多いので、はい、その時のこう出だしというかスムーズさは多分あの有効ですよね。かなりすごいこれ。あ、知ってますこれ、あの、はい、あれなんですよ、なんだっけな、普通のタッチじゃないんですよね、はい、赤外線で、赤外線でやってるらしいです。赤外線なんですか、はい、だから手袋してても、はい、あ、できるんですか。女性の方とか手袋してまんまでもできるらしいですよ。静電気式とか、そう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 、じゃないらしいですよ、はい、だからそういうのも考えられてるっていう、すごいですね。だから北欧の考えってまたちょっとドイツとかイギリスとかまた違うじゃないですか。若干違いますよね。だとあれなんですよね、オプションでなんか赤い鍵があるの知ってます、板尾さん。あ、知らないです。赤い鍵があって、はい、オプションでなんか多分それ買うんですけど、はいはい、それ買うと、はい、あのスピードリミッターとか、はい、車間がこう設定できるらしいですよ。あ、そのリモコンでですか。あ、でいや、その鍵で車に乗るとリミッターかかるっていう、はい、だからお子さんとかちょっとこうまだ運転不慣れな人とか、はい、ちょっとこうやんちゃしちゃうお子さんにこう車を貸すときにはそっちの鍵で、そう、赤い鍵を渡すと、もうじゃあ自動的にそれで乗り込んでエンジン始動すればもうそのモードに入るっていうような、はいはい、へえ、いろいろ考えてますね。そういうのがついてるらしいですよ。はい、というわけで今回はボルボ XC90 のご紹介させていただいたんですけれども、板尾さん、これもしカスタムするとすれば。そうですね、あの正直、まあ、何にも手つかずの、はい、あのまあ、ノーマルのまま今なっておりますので、例えばエアロ入れていただいたりとか、もちろんアルミホイル入れていただいたり等々カスタムパーツ出ておりますので、まあ、その辺であのご自身流のはい、XC を作っていただいてもいいのかなと思います。まあ、全部お任せいただけると。はい、はい、で、あれですよね、エアロパーツは、はい、まあ、フロアマットでもちょっとご紹介させていただいたエアストで、はい、出ておりますね、はい、一通りフロントサイド、リアと、はい、タイホイールも出てます、はいはい、そんなのがおすすめっていう感じでございます。はい、はい、というわけで今回はボルボ XC90 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。